皆さんこんにちは、アフロマスクです。本日7月29日水曜日ですね。だいたい19時半とか20時頃からですね、こちらのバトルロイヤルですね、 H1Z1 バトルロイヤル2の練習をしていきたいと思います。で、今日はこのバトルロイヤルの練習を何回かやった後に、そのままセブンデイズですね、セブンデイズ2ダイアルファ12のバージョンをやっていって、で、その後もしまだ時間があるようだったら新しいゲームですね、結構積みゲーが増えてきたのでそれをやっていきたいと思います。ということで本日7月29日水曜日19時半から20時頃からスタートですね。この動画が上がってる頃にはもうスタートしてるかもしれませんが、生放送やっていくのでぜひ皆さん遊びに来てください。ということで以上、アフロマスクでした。皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回はですね、最近始めた Twitch での生配信について説明したいと思います。はい、こちらですね、 Twitch という海外の、生配信専用サイトですね、生放送ストリーミング配信用サイトっていうのかな、日本でいうニコニコとか、あとはツイキャスかみたいな感じなんですが、ご存知の方も多いかと思うんですが、一応今アフロマスクはこちらのサイトを使って生放送ですね、実況の生放送を不定期で配信しています。一応今のところ3、4回ぐらいやったのかな。で、今のところ特に問題なく見れているようなので、今後も結構こちらのツイッチでの生配信はやっていきたいと思います。で、こちらなんですが、基本的にはサイトをツイッチとこれですね、ツイッチというふうに検索してもらえればすぐ出てくるかと思います。で、入れば多分このまま日本語に変換されるはずですね。で、ツイッチはニコニコとかツイキャスのようにチャットでもやり取りができるんですが、チャットに参加するためにはこちらの登録ですね、このツイッチのアカウントを作らなきゃいけないので、こちらの登録からここですね、ユーザー名、まあ自分の好きなユーザー名ですね、アカウント名入れて、パスワード、生年月日と E メール入れて登録してもらえれば登録ができます。この動画の説明欄にもアフロマスクのツイッチのチャンネルの URL は書いてあるんですが、一応この検索でアフロマスクと打ってもこのような形ですね、出てきます。で、一応過去に配信した動画もずっとではないですが、多分1ヶ月ぐらいは見れるんじゃないのかな、ある程度すると消されてしまうんですが見ることはできます。で、こちらは YouTube でも編集して配信していくので、見れない方でもいずれはご覧いただけるかと思います。まあ、チャットの方もアフロマスクはプレイしながらスマホのアプリで、この Twitch のアプリですね、入れてあるので、そちらでいろいろとコメントは見れるので、まあコメントの意見とかアドバイスは結構採用というか参考にさせてもらいながらゲームを進める形になっています。そうですね、で、一応 YouTube の動画の方にも Twitch が配信された時はこの YouTube の動画の左下の方かな、ここにちょこんと Twitch のマークのでマークが出て、なんか Twitch ストリーミングナウみたいな形で出てくるので、それをクリックしてもこう Twitch の生配信がご覧いただけます。それで一応 Twitch 配信する際は Twitter ですね、 Twitter の方でも
告知するので、ぜひ皆さんツイッターの方もフォローですねしてもらえると、いろいろと情報発信はツイッターでも最近は徐々にやり始めているので、そちらでもご覧いただければと思います。はい、ということでアフロマスクからツイッチですねのお知らせでした。